おはよう前橋から、皆さんおはようございます。1月21日木曜日、時刻は7時25分を回りました。ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはから元気にお送りしてまいります。改めましておはようございます、磯日彩香です。おはようございます、木村豊です。はい、今日は木村豊さんと木曜日元気よくお送りしてまいります。よろしくお願いします。さあ今日はいよいよこの日ですね、豊さん。はいはい、ああはい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 、はい、この日ですね、はい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 、何の日だと思ってるの？この日でしょ、はいはい。ただそれをほら俺が言うのも野暮でしょ、だから分かってるよ、分かってるけどあえて言わないだけで分かってるよ、はいはい、この日ね、はいはいはい、ああそうでした、下がぶってない、大丈夫、よかったよかった、はい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 、知らなかったね、用途も降りるんだよよかったよね、うん、あの日ね、はいはいはい、よかった、よかったじゃないか、木村豊君出ていきなさいすいません失礼します、じゃあこらこらこら、皆さんごゆっくり、こら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 、9時までちゃんと任務を務めなさい。さあ今日はですね、開局日でございます。いやよかったじゃん、でよかったじゃんはい、前橋シティ FM なんと10周年を迎えました。おーすごーい、おめでとうおめでとう。いやー本当にね、もうリスナーの皆様のおかげであり、そしてご支援いただいたスポンサーの皆さんだったり、本当に歴代のね、あのパーソナリティの皆さん、社員の皆さんのおかげがあって、本当に今10周年を迎えさせていただいております、俺にも感謝しろよ、だから皆さん本当に皆様本当に、ありがとうございます。ね、あの10年前の1月21日に、もう地域に密着した市民に必要とされるラジオ局を目指してスタートしたそうですけど、ちゃんと市民の方に必要とされてますかね。いやされてるでしょ、されてますね、ありがたい。あのなんだろう、大震災をね、体験してのことですから、やっぱりこう今でも皆さんに防災のね、情報を一番に届けたいという思いで、メインは結構防災的なね、ことを送らせていただいてるあのシティ FM でございますけど、はいはい、他にもねいろんな番組がありますので、これを機会に、ぜひ皆さん前橋シティ FM のこともっともっと聞いていただけたらなと思います、はい。10年目もどうぞよろしくお願いします。というわけで今日のメールのテーマはこちらです。10年前何してましたかそうですね、10年目っつうかもうだから11年目に入ったってことだよね、10周年だもんね。そうです ね10周年を迎える迎えたんでしょ、そうですね、だから今日からもう11年目に入ってくってことだよね。え、10周年を迎えるだよ、10周年、10歳の誕生日を迎えたわけでしょ、そうってことは11年目に入るってことで、あ、そういうことですねすいません失礼いたしました平成でも23年ですよ。いや分かる、平成で言われるともうピンとこないよね。そうですよね、なぜなら令和を生きているから俺。というわけで今日のメールは10年前何してましたか皆さん、メールを待ちてます。皆さん開局前の10年前何をしていましたか、はい、ということでね、ぜひ皆さんの10年前のことを教えてください。わお互いいろいろありそうですね。わ覚えてねえな、はい、ご自身のことでもなくても、全然こう世界のことでも、全然 OK なので、ヒットソングとかもね、あると思いますので、ぜひ送ってください、時刻は7時29分を回ります。いってらっしゃい。さあ時刻は7時44分です。おはよう住屋さんのコーナー、このコーナーは前回の振り返りコーナーとなっています。昨日はですね、さとしさんと一緒にあなたがプロデューサーになってみたい番組というテーマでリスナーの皆さんとお送りしてまいりました。そうですね、では住谷さんのメールをお読みしましょう、旅とグルメと温泉の情報番組、リスナーからおすすめの旅とか行ってみたい旅などを募集して、たまに私がその旅とグルメのレポートを届けるのがいいな、住谷あ素晴らしい、レポーター住谷ですね出演したいんだそう、住谷さんは行きたい行きたい
自分で。かわいい。そっか。パーソナリティもやる、あの、バックダウンね、どの番組か、ラジオかわからないけど、でもリスナーさんって言ってるもんね。パーソナリティもやるけど、自分も外行って、レポーターもしちゃうよ。プロデューサーだったらなんか、そんなの好き放題でできそうな気がするけど、別にレポーターで行かなくてもさ、付き添いで行けばいいだけじゃん。まあ、確かに。いや、違うんです。出なくてよくない？発信したい。出たがりってこと？いやいやいや。そういうことだよね。違う違う。だって裏方で行けるんだもん。行って好き勝手できるでしょ、そりゃ。いや、そのレポーターのね、方たちのコメントとか見てても、いや、そうじゃないと。俺にやらせろと。そう。出たがりってことですね。そうじゃない。結論ね。もうそうじゃないですよ。宮さん、出たがり。いじるな、本当に。そういうことだろ。いや、でも私、スミヤさんのコーナーって、前回の振り返りコーナーじゃなくて、なんか今後、こう、11年目は、スミヤさんのこう、旅とグルメとか、温泉のこういう番組のコーナーでいいと思うんだよね。いやいやいや。勝手に決めるな。ね、スミヤさんが、本領発揮っていうか、楽しそうにやってほしいじゃないですか。その行く、ね、料品も出さなければ、食事代も出さないで、好き勝手行ってこいと。ね。で、それをレポートにまとめてこっちにあげろと。めちゃくちゃ言ってるよ、君は。違う違う、過去の話でいいんですよ。あ、そうなの？うん。ひどいこと言いませんよ。出してやれよ、じゃあ、お前は。料金を出せ。磯日の給料から出してやれよ。そしたらいくらでも行ってくれんだろ。なくなっちゃうもんね、すみやさんね。すみやさん、いいとこ行ってるんだからさ。だから、すみやさんは、過去の話とか多分いっぱい持ってるから、そういう方がなんかリスナーの皆さんとかも、行ってみたいとか、コロナ明けたら絶対行きたいとかなると思うから、コーナーをそもそも変えるみたいな。めちゃくちゃ言ってるよ。すみやさんは毎日なんか楽しそう。いや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 、違う、振り返りたい。いや、大変でしょ。そっか。そっか。とんでもねえコーナー作ったな、あいつって。日に日にメールが届かなくなるじゃん。2日おきとかさ。あれ今日来てないねみたいなさ。あれ何日かおきになって。スミヤさんの過去はすごいから、もう溜まってると思うよ。本当に。やだよ、スミヤさん、置き手紙があって、探さないでくださいって言って、おいつって。ついに来たぞ。どっか行っちゃったぞって。面白いなぁ。まあね、というわけでね、なんかこう変わっていきたいなってやっぱ思うので、スミヤさんどうです？ちょっとメールいただけて、メールちょっと、その意見ください。いや、いいですよ。今まで通りで僕はいいと思いますんで、はい。流されなくていいと思います。変わりたいですよね。以上、おはようスミヤさんのコーナーでした。7時48分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と木村隆です。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日はですね、前橋シティ FM、開局10周年を迎えました。皆さん本当にいつも応援ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、10年って言うとね、長いですね。長いですよ。10年は長いよ。長いですよね。ここまでね、ほんとたくさんの方々にこう関わっていただいて、で、まあ、やっぱシティ FM 今日迎えることができてるので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。はい、よりね、身を引き締めて、たくさんの皆さんに情報を届けできるように、パーソナリティ、そして社員一同頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは、ゆとかさん、今日のメールのテーマはこちらですね。10年前何してましたか？はい。10年前皆さん何をしていましたか？ラジオネーム、エイトママちゃんからです。10年前私は学童保育のバイトを始めての1年目の頃でした。都内の専門学校を1年で辞めて、バイトを始めてもすぐに辞めて、だらだらとニート生活を送っていたそうです。そんな時に、小中学時代の友人から声をかけられて、学童保育の先生を始めました。秋っぽくて何をしても長続きしないのですが、この仕事だけ。6年間続けることができたんです。初めて受け持った一番上の学年の子供たちは、すでに成人を迎えて、私が学童の先生になった時の年齢になっているんです。時の流れって、早いですね。早いですね。そうですね。そっか、生徒さんがもう成人を迎え、学童の先生になった時の自分の年齢になっている。
これは10年のものを感じますね。10年早いよね。ねえ。いやー、そうかそうか。えたかさんは10年前、うん、何をされていました？10年前俺超歌ってたよ、10年前は。お、うん。そういうストリートライブですか？ライブめちゃくちゃやってた。年間100本以上歌ってたもんね。うわー、うん、すごい。3日に1回ぐらい歌ってるってことじゃん。頭おかしいよね、よく考えたらね。よくやったよな、あんなの。え、あの質問なんですけど、うん、ストリートライブはどうやってできるんですか？どうやってできる？うん、こう、あの、交番に許可とか取るんですか？あ、それね、なんかちょっとすごくグレーな話になっちゃうな。あ、そうなんだ。わかったわかった。じゃあ、それ聞かないよ。でもすごいね、年間100本ね。100以上やってたね。ほんとずっとやってたな。うん、じゃあもうボロ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 じゃないよ、ボロボロアホか、ボロボロじゃない、めちゃめちゃ歌えてたわ、歌えてたわ、いやーね、失礼しちゃうわ、言葉間違っちゃでもね、ほんとね、2009年ぐらいからストリートちゃんとやりだしたんだけど、うん、まあ、2010年だ、11年前だよねに、うん、まあちょっと本数やろうかなみたいな感じになって、そこから100本はとりあえずやろうみたいな、年間で100本やろうって言って2010年で100本ぐらいやったんだよね、はいはい、で11年に入った時に、うん、じゃあ、うん、新しい年はもうちょっとやろうって言うんで、100本以上やろうみたいなんでずっと動いてたから、だからそう考えると、うん、その2年間、3年間ぐらいで、うん、ほんと300とか歌ったってことだよね。よくやったよね、今思えば。懐かしい。懐かしい。あの頃来てた子たちが、中高生、うん、まあ高校生多かったんだよね、うん、駅前だったから、うんうんうん。だから、その当時の子がもういくつ？私と同い年ってこと、同い年ぐらいだから、うん、もう大人になって子供いますみたいなやつはザラにいるし、いますね、結婚してますよね、全然いる、だからそうあったよ、だから何年か前に、何年か前でもないか、うん、去年一昨年ぐらいかに当時見てた子が、うん、ツイッターかなんかで探して、うん、あれ木村豊まだいるぞっつって、うん、あの時聞いてた誰々ですみたいなさ、返事くれて、おーみたいな、うん、でそいつの子ツイッターさらってると、もう大人、うん、あ、そうですよね、もう大人の生活してるみたいな、あ、そうかそうかって、あの時の高校生もうこんな大人なんだみたいなさ、そうですね、そうするとみんなやっぱ26、27の年の子たちですもんね、そうそうそう、うん、やっぱこう第二のね人生歩んでる子たちがね、いやー、いますね、本当に衝撃。ラジオネーム高崎のパパさんです、はい、パパは2011年の4月に高崎に来て、2015年の7月に東京に単身赴任となるまで、勤務地は今の MA 部から徒歩3分以内の場所にいたんです。毎日両毛線に乗ってせっせと電車通勤をしていましたが、もし当時からあーちゃんがお墓のパーソナリティをしていたら、毎日観覧に行っていたかもしれないぐらいの場所にいたそうです。近いんだじゃあ今は高崎のパパって言っててね、あと東京の方に行かれてるけど、でも10年前はこの辺りにいたってことだね。そっか、なんか10年もあると住んでる場所も変わるでしょ。全然変わるよ。そうですよ。俺10年前はだって東京にいたもん。あ、そうなんだ。群馬にいなかったよ。よくよく考えてみた。うわー、すごい。じゃあ10年後ね、今こうして群馬にね、いてね、パーソナリティをやってるなんて。うん、ちょっと想像できないよね。そうですよね。10年前は想像できなかったかな。まあなんかそう考えると人の人生ってだいぶ10年で大きく変わりますね。変わる変わる。10年は、10年は長いよ。長いか。長いな。長いな、しみじみと。うん、感じちゃったね。10年前だって10代だったんでしょ、あなたも。ねえ。お肌もピチピチだったわけでさ。今もだよ。今はもうちょっとほら、水弾かなくなっちゃってみたいな。弾く。弾いちゃうよ。ちょっと水持ってきてだ。最悪。最悪。なんかアルコール消毒されてるみたいな。今でもちゃんと肌弾きますからね、はい、そういうことにしておきましょう。グラッサというわけで、時刻は7時54分を回ります。皆さん、10年前あなたは何をしていましたか？ぜひメールをお待ちしております。時刻は8時19分です。おはようめばしからお送りしております。この時間の担当は、あーちゃんこと、磯日彩香と、木村豊です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日1月21日、なんとここ、前橋シティ FM、10周年を迎えることができました。皆様本当に、いつも応援ありがとうございます。今から10年前というと、やはり、こう、大震災が、東日本大震災がね、うん、ありまして、ね、こうスタートしようと思ったところで起きてしまったということで、うん、あの、さとしさんもね、昨日教えてくださったんですけど、うん、1月に始まったけど、その4月までやっぱずっと番組がちょっとできない、あ、はい、そうそうそう、やっぱ状態だったんですって。うん、でもやっぱいつまでもね、落ち込んでいても、うん、あれだから、今、
できることは何かということで、うん、どんどんこう始めてって。そう。でね、なんか最初はね、こういろんな人たちがいてないなんかって言っててさ、群馬県には、そして前橋市にはこんなにもたくさんの夢を持ってる人たちがいるんだなっていうのをね、感じたなんてお話もね、してくださったので、ね、なんかずっと前から聞いてくださってる方も、今聞いてくださってる方も、ね、本当にたくさんの方に関わっていただいてて、今前橋シティ FM があるんだなと思っています、はい、皆さん本当にありがとうございます。11年目もどうぞよろしくお願いします、はい、というわけで今日のメールのテーマはこちらです。10年前何してた。はい、10年前何をしていたということで、メール皆さんのお読みしますか。どうぞ。そうね、いっぱいあるんでね、じゃあトゥーパンプスさんにしようかな。はい、ハニョー。じゃあハニョー、おはようございます。おはようございます。開局10周年おめでとうございます。ありがとうございます。10年前の私は海外駐在員として最後の年でした。その当時私が勤務していた会社は世界中に工場があって、日本の工場が養成所みたいになっていました。私が担当していた人たちはイギリス人、アメリカ人、インド人、中国人、タイ人、ベトナム人でした。多いこの人たちは現地で工場長や課長になる人材でした、うん、私には通訳がいなかったので、この多国籍軍を一人で管理しなければなりませんでした。彼らの日本での研修が終わり、彼らの希望を聞いたら、ほとんどの人たちが制服を着た女子高生と写真が撮りたいと言ったのはなぜなのか、今でも永遠の謎です。だからこれはそういう教育をしてたってことでしょうね。アジュー高さん、こんな私は病気でしょうか。せーの、病気です。ラジオネームキングヤスさんからです。皆さんおはからです。おはから、 M ウェーブ開局10周年おめでとうございます。ありがとうございます。もう何年も前に更新は停止していますが、以前ブログを書いていたことがあります。懐かしいと思いながら10年前のブログを覗いてみました。そこには植物をたくさん部屋で冬越しさせていたり、水栽培をしていることが書かれていました。植物を育てることを趣味にして、今よりかなりアクティブにやっていましたね。今年の冬は水栽培はしていますよ。そして今朝は庭にその姿はありませんが、ちょうど10年前の今日の朝、庭にスノードロップというものが咲いていたというブログの写真を見て、ちょっとほっこりしました。ありがとうございます。そっか、ブログを書かれてる方とかはね、やはりこう見返すと、うん、まさに今日何してたかみたいなのが分かるよね。わ、うん、かりますよね。あるある、うん、写真とかもフォルダーで、ほんと1年前のでもいいけど、うん、見てみるとまただいぶ違いますからね。これ10年前じゃだいぶ変わってきますもんね。そうね、それはしょうがないね。うん。はい、そしてメールどうぞ。酒太郎さんです。お、酒ちゃん。酒太郎だっ た, だったよくわかんないね。毎回ちょっとわかんないな。そうなんだよね。10年前、朝の牛乳配達始め、赤城山の仕事も、前橋のラジオ林牧場の社長から聞いたのかな、うん、放送本放送の前から聞いてましたよ。その頃学生だった。お二人はどうだった、うん、57577の短歌形式で。お、いつもです。一人きりなの慣れてます。アイドルでもね、男いないの。これ、磯志さんの短歌だから。なんで磯志って書かれてないから違うよ。そういうことでしょう。私の方はですね、一人です。普通のことだ。気にしない。磯志よりマシ。アニメ命だ。おさまさまでした。と、いただいております。ああ、どんぐりの性クラブみたいなものですね。一緒にしないでよね。でも、あんちゃんは学生でしたよ。だから、もろ。学生というか、10年前は、うん、の1月、うん、今日はまだアイドル活動やってない。3月にオーディションを受けたので、うん、だから本当にただの女子高生だったってこと。そう、ただのツーパンプさんが好きな女子高生だった。あ、田舎のね。なんで田舎つけるの。田舎のね、女子高生で、だから本当にその2ヶ月後に赤抜けない女子高生。赤抜けてたよ。赤抜けてないで芋だったな。今も芋だもんね。だからさ、2ヶ月後にまさかオーディション受けるとも思ってなかったし、なんならその高校で資格をいっぱい取ってて、あ、はい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 、そう、その時資格がすごく取りなさいっていう世代だったんですよ。はいはいはい、だから簿記とか情報処理とかいっぱい取って就職とか、まあ、そうだね、職業系は割と早く取るもんね。大学に向けてとか一生懸命ね、やってた時期か。やってたのと、アイドルオタクをやってた。ああ、そう、じゃあ元々好きだったってこと。そう、東京に通い詰めてた。ああ、そうCD とかもめっちゃ買って、サイン会並んだりとか、そういうのを実際にしてた。うーん、
っていうことですかね。世代か。AKB とかの辺か。そうですよ。まさに AKB 世代ですね。あ、そうなんだ。10年前のヒットソングとか見ると結構そこありませんでした？あった。AKB ばっかりで。ちょっと一応調べたんだけど、2011年何が売れてたんだろうな、みたいな。一個もわかんねえの。おじさんびっくりしちゃった、今自分で調べてて。曲一個も知らねえな、みたいな。聞いてもよくわかんないっていうレベルだったね。AKB ばっかり、とにかく。そうだね。AKB 嵐、なんだかな。なんだったっけな、エグザイルかなんかだったかな、なんかまあほぼほぼその辺が占めちゃってて、そうだね、他に なんかねえのっていうぐらいのランキングだったね。10年前っていうと本当 AKB かエグザイルみたいな、多分ここが2本でしたよね、やばいよね。いやここだね、ちゃんとブームに乗っかってましたね。そしてハワイのママちゃんからです。ママはね、5人の子供たちがまだ学生だったので、朝お弁当作り、朝は駅まで送ったり忙しく動いていました、若かったからできたのかな。そっか、5人のお弁当。10年経つとやっぱり子供たちが成長するから、なんかこうさ変化があるよね、みたいなさ、ね、しますよ。朝ね、お弁当作った後駅まで送って、大変だ母ちゃんは、大変だそう考えると大変だね。私も10キロ以上あったので、半分までお母さんに自転車乗せてもらって。距離がね。そう、ごめんなさい、主語がなくて。今何が10キロだったんだろう。距離がね、ここまでの距離が10キロ以上あったので。遠いよね。そう、だから車に自転車積んで、ちょうど半分の地点にお母さんの会社があったので、そこまで乗せてもらって自転車下ろしていくっていう生活とかもやってたから、やっぱハワイのママちゃんのね、この大変さっていうのは、多分世のお母さんみんな経験して。自分だったらできます？ お弁当作って5人の駅まで送ってっていう。弁当は作れると思うけど、送るのはめんどくせえの、自分で行けよって思うね。まあわかんない、娘だったらちょっと考えるけど、息子だったら自分で行けよって思う、ね。まあね、まあ娘に甘そうだもんね。妄想膨らむね。いや本当です。どうしようかな。アレルヤ、アレルヤさんです。おはから、10年前は元気21に M-WAVE が開局すると聞いて、どんな番組が放送されるか楽しみにしていました、深夜に再放送していたモフラジをたまたま聞いてハマり、他の番組も聞くようになりました、はいはい。震災の計画停電の時の生放送は家で聞きながら不安な気持ちも紛らわすことができました。そしてついに去年は僕の好きな競輪の番組も始まって、 M-WAVE を聞き続けてきてよかったです。おー、ありがとうございます。ヘビーリスナーさんですね。モフラジとかクソ懐かしいんだけど。そう、なんかモフラジ結構出てきたんですけど、桃子さんでしょ。出てきた。知らないね。モフラジだって共演したことあるんですか。俺桃子さんは会ったことあるからね、そうだ、顔出し NG、 あ、まあ、NG ではないんだけど、基本的にほらニコ動で活動してた人だから、 2.5 次元みたいな活動してたわけよ、だから表に出るとき基本的に絵と、あ、そうなんだ。 でライブとかやるときは本人出るんだけどっていう人だから、あんまりこう顔出しそんなにね激しくはしてない人だったけど、ラジオに来てもらったもん、自分の番組に来てもらったもんね。ミュージシャンなの、そのモフラジの方は。だからなんだ、歌い手、歌い手さんか、ニコ動だもんね。踊り手みたいな、なんかそっち系のですごい人気があったよね。で、MAVEでも放送、番組やってたし、番組やってて、日高さんと仲良かったからさ、あ、そうなんだ、そうそう、呼んでもらってそこ経由で呼んでもらうっていうね、連絡してくれよって。パーソナリティもめちゃくちゃいますもんね、過去をこういろいろとね、いっぱいいたでしょ。そうですよね、でもなんか番組表をね、佐藤さんに見せてもらったんですけど、やっぱ長寿番組はお宝もそうだけど、林君用のいつだって元気よ、林牧場のね、そう、忘れありましたね、名前は変わらずね、長いなって思いますね、いろいろね、はい、というわけで今日は、開局10周年ということで、皆さんぜひメールください。時刻は8時29分を回っています。8時46分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と木村隆です。どうぞよろしくお願いします。さあ今日はですね、前橋シティー FM 開局10周年を迎えました。皆さんいつも本当にありがとうございます。というわけで今日はですね、皆さんからこんなテーマ
までメールをいただいております。どうぞ。10年前何してましたか。はい、今日は10年前何をしていましたかということで皆さんからねメールをいただいております。どうぞ豊さん、メール来てますか。はい、じゃあパパラッチョさんかな。うん、パパラッチョさん、おはようございます。おはようございます。そして開局10周年おめでとうございます。ありがとうございます。さて今日のテーマですが、10年前、2011年の時僕は中学1年生でした。何をしていたかと言われると特に自慢できることはないのですが、人生で最大の反抗期でいつもイライラしてたような気がします。特に中学校が大嫌いで、しょっちゅう友達と言い合いになって喧嘩したり、担任の先生と言い合いになってトラブルを起こしてしまったことも多々ありました。そうなんだ。だから中学校に行くのが嫌で嫌で仕方なかったですね。うんうん、本当に今振り返ってみるとかなり恥ずかしいし、なぜあんなにイライラしていたのかとても不思議です。うん、でも過去は消せないので、これからの10年間はしっかり生きていきたいと思います。素晴らしい。うん、中学生だしね。しょうがない、思春期だからね。やっぱりなんかこう常にイライラしてるでしょ、みんな中学生ね。よかった、いいよ。でも窓ガラスとか割んなかったんだから、こういうの窓ガラス割って歩いたりとかさ、盗んだバイクで走り出さない世代だろ。なだからいいよ、ね。そうですね、盗んだバイクで走り出さなくてよかったですね。ラジオネームアリオンさんからいただいております。はい、まずは開局10周年おめでとうございます。ありがとうございます。10周年を記念して、うん、豊くんに提案っていうかお願いがあるんですよと、はい、番組のジングルが聞きたいです。作っていただけないでしょうか。前向きな対応お願いします。あと1点局長にお願いがあります。10周年記念ステッカーのリスナープレゼントも前向きに検討お願いしますと。ありがとうございます。はい、どうです、ジングルですって。いや、もうあるでしょ、それっぽいのが。最初に流れてるのはジングルですよね。うん、だからあの割り込めないんです、私の口からでは。はい、じゃあお墓をイメージして何か、勝手に勝手に勝手に作って勝手にあげとく。いいじゃん、いいじゃん。うん、なんかいいと思いますよ。途中とか流してみれば勝手に作って。そう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 。なんてささやかな抵抗。ねえ、そして局長にお願いということでね、10周年記念ステッカー、目崎さんがね、昨日、そのここからね、あの皆さんにね何かできたらなーっていう風には言ってたので、そう、ちょっと皆さん前向きな気持ちで待っていただけたらなと。オッケー、はい、楽しみに待っていてください。アリオンさん、メールありがとう。赤城山大噴火さんです。はいはいはい、10年前は今の仕事について3年目だったよ。ようやく後輩ができた時で教え方に苦労してたな。そこであーちゃんに質問、はい、後輩指導のコツは何ですか。後輩指導のコツですか。まあ絶対的支配ですよね、まずね。恐怖を与えてからの絶対的支配。そんな、まあ磯石さんの教育はやっぱ昭和をね、こうのね、古い体質なんで、まずは一回ちょっとね、一人ずつ、裏に呼んで。最低の先輩じゃん、君さ、つって。最悪、時代に合ってないよ。分かってるよね、ちゃんとやろうね、みたいな。怖い、磯井さん怖い。怖いよ、そんなの。そんなことないよ。ねえ。でもね、本当に、今の子たちは、めちゃくちゃ褒めた方が伸びる。いやいやいや、今の子じゃなくてもさ、褒めろよ。お前は俺を褒めろ、もっと。逆です、あなたのテーマでしょ。お前は俺を褒めて感謝せえ、もっと。褒めるところがそれを、ちょっと待って、それを見つけられる、やっぱ能力がないとダメだと思う。あ、こいつしょうもねえなと思っても、何か一つ二つ褒められるないぐらいじゃダメだと思う。今の、やっぱその、上に立つものとしては。違うんだね。褒めようと思う気持ちにさせない豊くんが悪い。あ、ひどい。ひどいな。傷ついたな。負けないからね、私は。傷ついた。あ、今年はちょっとマジで、傷ついた。優しくあれよ。そんなことで傷つく体質じゃないでしょ。本当に。はい、いや、でも本当にね、褒めて、自分に自信を持ってもらえて、それが楽しいと思ってもらえる。じゃないと来なくなったりとかするじゃないですか。何それ。でも調子に乗ったらどうすんの、それで。でも調子に乗ったら、でもそれって多分めっちゃフレンドリーな感じになっちゃって、やつか磯石さーとか言われたらどうすんの。おめえちっちゃくねーとかって後輩に言われたら。言われてんだ。いつも会うと言われる。あ、そうなの。あーちゃん抜かしましたよとか、あと何センチですねとかすごい言われる。その都度裏に呼んでんでしょ。ダメだよ。そういうんじゃないでしょつって。すげえ真顔で。本当にめちゃくちゃ怖い。
ソーシャルディスタンス取ってって言ってます。あー5メートル以上近づかないでって。あらあらあら身長測られるから。あ、そうなんだ。深谷から来ましたさんです、はい、アーチェル高さんおはからです。おはから。そして開局10周年おめでとうございます、ね、ありがとうございます。今から10年前2011年、子供は9歳と5歳でした、うん、普通に仕事したり子育てをしていました。ごく平凡に過ごしておりましたね。しかし2011年の誰もが忘れない東日本大震災が起きて、たくさんの人の命が奪われました。あの時はみんなが大変な思いをしましたね、というメールいただいております。そうだね、10年前だもん ねちょうど ね、うん、ね、だから M ウェーブも本当にね開局して、うん、で矢先だったので、うん、ね、でも本当それがね、あの起きたことによって、うん、やっぱ防災をね意識した、うん、ね、いち早く市民の皆さんに伝えられるね、うん、あのラジオ局でならなければならないっていうのも、うん、今の方向性に、ね、なった一つのきっかけだと思うのでね、ね、深谷から来ましたさん、ありがとうございます。そしてゴルゴさんからです。はい、10年前は実家の長野にいました、うん、ちょうどその頃自分は柔道のコーチをしていた時期でしたが、教え子たち元気してるかな。教えた子の中には何人か全国大会に行った子いましたが、おーすごい。あれから10年なので、その子たちもあーちゃんと同じぐらい、もしかすると30代ぐらいになってる子もいるのかな。自分も年取ったなと思いますよと、うんうんうん、確かに教え子ね、うん、さっきも出てきましたもんね。すごくなってたらびっくりしちゃうよね。確かに、 あいつかみたいなさ。あるよね、でもきっとね。ねえ、アット FM さん、10年前といえば、はい、テレビの地デジカ、2011年7月24日正午をもちアナログは終了しましたね。あー、そうか。あ、そうなんだね。そうなんだ、あれ10年前。あ、でもそうだな、そうか、そうだ、そうなんだ。あー、そうか。そう言われるとそうなんだね。うん、そしてラジオネーム調布のおっさんからいただいております、はい、10周年おめでとうございます。ありがとうございます。10年前赤木団に出会いました、うん、とあと M ウェーブでもね謎の番組もありましたよね、なんて。そうなんですよね、なんか赤木団ちょっとだけねやってたんだよね。そう、 M ウェーブでねちょっとだけ やらせてもらったことがあったんですよね。そう、だから写真が残ってるんですよ、この窓ガラスに、うん、あ、私がいて、うん、ファンの方に写真撮ってもらった写真が今でも家に撮ってある、うん、そう、まさかね、あの時まで椅子が緑だったんですよ。あー、今黒だけど、はい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 、そう、緑だった、昔は緑だったね。そう、そうだ、椅子変わったんだ。でもまさかあの時に自分が今こうやってここにパーソナリティとしているなんて思ってもなかったから、うんうん、いや、この何年かって人は変わるんだなって思いますね。そしてルルちゃん、はい、ルルちゃんも長いですよ、うん、MAB 歴、うん、10年前何をしていましたかということで、うんうん、特に今と状況は変わってないしな、うん、10歳も年を取ったので顔のシワが目立つようになったのよ。10年後どうなってるのかしら、恐ろしいわと。10年後のことを、あ、こっから10年後ですよ。皆さんどうですか。皆さん、いや、もう我々はもうおじさんですから、すでに10年後って何歳ですか。だからもう50手前になりますよね。でも俺が50手前になる衝撃よりもさ、磯志さんがもう40手前になるって衝撃の方が大きくない？36、うん、でも7の年になるってことでしょ。だからそうだね、そしたらほぼほぼ差がないよね。いや、あるわ。ないでしょ、50歳と30、なんかその衝撃度が減ってくるじゃん、やっぱりどんどん埋まってっちゃうね。すごいな、そう考えると。皆さんどうです、自分の10年後。今ちょっとコロナ禍でね考えづらくなってるとは思いますけど、うん、結婚できてるかな、豊さん10年後には。そも生きてるかどうか、まずそこだよね。10年後も生きるは目標にしていたい。まずね、まずそこ、いや大事だろ。何があるか分かんないよ、こっから。そうだね、10年ね、振り返ると長いけど、うん、ここから10年先のことを考えると笑ってきちゃうね。笑ってきちゃうね、笑ってきちゃうね。さあ、というわけで皆さんメールありがとうございました。はい、さあ、豊かさん残り時間もありますけど、豊かさんの方からお互い一言ずつね、10周年迎えましたので、言っていきましょう、どうぞ。まあ、本当に普通におめでたいことだからね、10年。まあ、僕は8年ぐらいここに、うん、まあ、9年目から8年ぐらい関わらせていただいてるんで、割と早い段階からね、うん、あの番組やらせてもらってるんで、ね、もう本当になんか生活の一部になってきてるなっていうぐらいの付き合いなんでね、うん、まあ、このまま、まあ、席があるかどうかちょっとわからないと思いませんけど、まあ、続くようでしたらですね、これからも関わらせていただきたいなと思っておりますんでね、10周年本当におめでとうございます。個人番組もね、ありますから。あ、そうですね、はい。ぜひ聞いてください。ぜひよろしくお願いします。今日ですね。
ありがとうございます。高さん、そして色男の皆さんとね、うん、まあ、お計らばこれからも続けていきたいなと思うんですけど、うんうん、改めまして皆さん本当に MAVE をね、10周年ということで、昔から聞いてくださってる方も、最近聞き始めてくださった方もいらっしゃると思いますけど、うん、本当にね、変わらず MAVE をね、愛していただき、本当にありがとうございます。これからも、市民の皆さん、県内外の皆さんにね、寄り添える情報をね、発信して、防災のね、情報もたくさん発信していけたらなと思いますので、社員そしてパーソナリティ一層頑張ってまいりたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ明日から11年目になる、11年目、うん、11年目に入りますね。うーん次の10年を目指す年に入っていくってことですよ。そっか、うん、なんか変えていきたいですよね、パーソナリティを。何、磯志さん卒業宣言ですか。びっくり、ちょっと今の驚いちゃったな。あ、そうですか、お疲れ様でした。なんで豊さんにクビにされなきゃいけないのよ。なんかちょっと、あ、今日何も用意してないんですけど、すいません。来週席あると思うんで、怖い怖い怖い。出たよ、ほらほら、パワハラ見た、あ、見たってか聞いた、今のがね、毎回行われるんですよ。見えないところでこうやってお互いのさ席を外していくじゃん、じゃなくて上に言われたら面白いよね、うん、2人ともいらねえって、ね、あいつら2人もっとも出てねえぞって、そう、本当の孤独死になりそう。やだー、ちょっと何としてもすがっていきたいと思いますんで。はい、というわけで皆さん、あのね、11年目もどうぞよろしくお願いします。そしてこの後もですね、 MAVE たくさんいろんな番組を、はい、あの放送しておりますので、はい、たまにはね、ちょっと違った番組も聞いていただいて、はい、ぜひね、こんなこと発信してるんだなっていうのを見ていただけたらなと思います、うん、はい、本日はありがとうございました。担当私、磯日彩香と木村隆でした。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。来週も来るよ俺。席はあるかな。怖い、なんかちょっと。